皆様、こんにちは。レッドハットの金子です。オープンシフトコモンズ m ャザーリングジャパンお楽しみいただけてますでしょうかここからは、オープンシフトのビジネスを牽引いただくパートナー様による特別講演です。お二人のご講演者様をご紹介させていただきます。まず、お一人目は、Amazon Web Service Japan 株式会社の安倍泰久様です。Amazon Web Service Japan、AWS 様は、 日本においても多くの顧客にクラウドサービスを提供し企業のデジタルトランスフォーメーションをサポートされています。RedHat は OpenShift のサービスを提供するにおいてより多くのお客様のご要望に応えられる利便性の高いサービスを AmazonWeb サービス様を通してご提供できるようパートナーシップをより強化しております。本日はエンンンターープラライズクラスのコンピューティング環境を実現する Red Hat と AWS のパートナーシップと題し安倍様よりお話しいただきますお二人目は日本電気株式会社菅沼君代様です日本電気株式会社様 NEC 様はオープンシフトマネージドプラクティスプログラムのパートナーとしてオープンシフトの価値を多くのお客様に届けてくださっていますまた一方で NEC 様としても自社のデジタル変革に果敢に取り組み 新しい時代においても顧客に大きな価値を提供できるよう急速に改善に改革に取り組んでおられます本日は NEC のデジタル変革への取り組みニューノーマル時代に向けてと題し菅生様にお話をいただきますそれでは安倍様菅生様よろしくお願いいたします